ご視聴ありがとうございます DJ イグサがお送りしております昭和の朗読今回お送りいたします作品は野村古道作池田大輔鳥物全集第1巻より回答黒雲この作品は昭和29年 1954年刊行されたものですそれでは本文 1> 第一章池田様とうとう追い込みました御用聞きの玄太は年買いもなくすっかり興奮して池田大輔のお長屋に弾んだマリのように飛び込んできましたそれは 十二年の早春まだ松が取れたばかりのある寒い朝のことです何を追い込んだのだ大助は朝の食事の禅を押し合って自分で茶を入れながら玄太を迎えますおみのはお勝手が忙しく今ではこのうちの者の,のようになっている雨屋の千太郎少年は縁側にとぐろを巻いて 朝の淡い日差しを楽しんでいる様子です黒雲でございます去年の秋から江戸中を震え上がらせたあの大泥棒をとうとう金杉四丁目の二平長屋に追い込んでしまいました半一取り逃しては一大事ぜひ池田様のご出役をお願い,いして今度こそは首ったまえ縄をつけてその面相を見なきゃなりませんでは早速出かけようしばらく待ってくれ 池田大輔はすぐさま衣服を改め十分用意を整えて元太と一緒に出る気になったのも無理はありませんこの「黒雲」と異名を呼ばれた泥棒ばかりは残忍で横着で恐ろしく欲張りで体が軽くて江戸中の憎まれ者になっていたのです。泥棒にもいいろろでですが黒雲はその中で 一番たちの悪い泥棒で三百の銭を取るためにも人の命を取ることを何とも思わなかったでしょう。塀を越え針を渡り壁をよじ天井を走ると言われた恐ろしい軽傷さとどんな貧乏人からでも最後の一門までも奪い取る告白無残な泥棒ぶりは江戸っ子の憎しみを買って中には 黒雲を取った者は50両の褒美を出すといった被害者の商人があったり黒雲の追い込みにはいつでもセコになるという野馬の義勇隊も少なくはありません。その商人というのは日本橋の大店の主人で黒雲は押し入って現金の獲物の少ないのに腹を立て店の商品のうちでも高価でめぼしいものを めめちゃめちゃゃに叩き壊して逃げ去ったというのです。昨夜黒雲の野郎が場所もあろうに薩摩採集様のお屋敷に忍び込みましたあの野郎のこっちすからどこをどうくぐったか殿様のご神女近くまで減ったところを井の衆に見とがめられ塀を越してご主殿前に逃げ出し方とうとう金杉ぎまで追い詰められ今度こそは手取りにされることと思いましたが三丁目から四丁目に入り 老寺裏へ抜け二平長屋の軌道を経ってそれっきり姿を見失ってしまいました源太はお隙き屋橋から金杉への道々こう話し続けたのです追っかけた人数はえ薩摩様のご家来が230人それに町々の地震盤から駆けつけたり見回りの同心北田金之助様と足どもが23人他に野じ馬が560人 いいやもう低変な騒ぎでございました。それだけの人数で捕まえかねるというのはいささか不甲斐ないことではないか池田大輔がこんな激しいことを言うのは珍しいことですが怪盗黒雲のこの間からの長領にはさすがに池田大輔も腹を据えかねていたのでしょうそうしたらごもっともで全く不甲斐ないことでございました。 神馬や薩摩様ご家中の者には黒雲の姿を見た者も大勢あり一度は逃げ道を塞がれて屋根に這い上がって逃げましたが屋根から屋根へ2軒もあるところを飛びついて逃げ回るのですから手のつけようありません姿を見た者はどんなことを言っているあだ名の通り黒雲が飛んでいるようだったと申します。 黒い覆面をして体にピタリと合ったものを着ているためか、足の4本ある蜘蛛のような人間であったと申します。忍術の小族だな。それが久差しへ飛びついたり、雨の影に隠れたり、恐ろしい勢いで逃げ回るんですから、手のつけようはありません。最も,も黒蜘蛛の巣は、花杉橋から本芝までのうちで、薩摩様と海の間だということは前から分かっておりました。 あんまり人をなめた仕事をして逃げるのだってよくよく早くなるまでは腰を上げませんから仲間の者は行くたびもここまでは追い込んでおります。それで後の手配はご覧の通りまるで丸橋中弥の取り物ですよ辰馬の家中の方はみっともねえからと夜が明けると引き上げましたがその代わり飛びの者が加勢して。 路地の入り口出口は申すまでもなく隣り合った両山寺と円城寺の境内向こう側の正殿寺の門前海への出口まであらゆる道という道抜け裏という抜け裏を百人近い人数で固めてしまいましたそんな話をしているうちに二人は金杉橋を渡りましたあれあの通り指さす方を見ると

で六軒の長屋があり奥は雪止まりで寺の池垣木戸の外に家主の二太郎親子が住んでいると言ったその頃の江戸にはよくあった方の裏長屋でした家主の二兵は早く死んで後家のお冬は足腰も立たぬ病人その養子の二太郎はまだ二十八の一人身で親孝行もするが 派手な遊びもするといったこれも典型的な江戸のの下町の息子ですこれはこれは池田内ご苦労様で。木戸の外に迎えたのは見回り同の北田金之助でした五十前後のたくましい男で若い池田大輔が近頃町方の縄張りを荒らして妙に手柄を立てるのが苦々しくてかなわないといった顔です。 よく日に焼けた真っ黒な顔、長い花、いつも霊障を含んでいるような唇と、鋭い金つぼもなこが難物で、相当の働き者らしいにかかわらず、その頃の階級制度の鉄則に縛られて、株でも買わなければ、より気になれないのが心外でたまらない様子です。これは北田宇治。お骨折りで、強族黒雲を、 この長屋に封じ込んだそうではござらぬか。大助は謙遜な調子で尋ねました。封じ込んだつもりで、二度も三度も六軒の長屋を探したが、隠れている様子もない。北田金之助はにがにがしく唇を噛みます。この軌道を入ったものなら、いずれは捕まえましょう。ここへクセモノが入ったのを、誰と誰が見たんだ大助は玄太に尋ねました。 まだ酔いの口だったんで、大勢の者が見ております。街角だけでも五人や七人は証人になりましょう。黒い覆面をした変な男が、この軌道をへいってそれきり出てこなかったそうで、現に、現太は北田金之助の後ろにいる小柄な若い男を指しながら続けました。現にここにいる家主の二太郎さんも、長年の人たちと一緒に、 クセモノの後ろ姿を見たんだそうで、どうしてそれを追っかけて軌道の中へ入らなかったのだ？ダイスケは不意に言葉を挟みました。クセモノは軌道の中へ飛び込むとすぐ内から締めて山を下ろしてしまいました。場内の人が二三人飛びついて開けようとしましたが、この軌道はご覧の通り丈夫にできておりますので内から山を下ろすと容易に開きません。 町内の人たち、神谷の吉兵衛さん魚屋の安子などが木戸をたたいたりゆすぶったりガタピしやっているとそこへちょうど源太親分も駆けつけてくだすって大きな声で木戸の中の長屋の衆を呼びますと一番とっつきの古道具屋の兼松さんが聞きつけて飛び出してきて開けてくれました寒い時分でみんな戸を閉めているので木戸の外の騒ぎも遠い大通りの勘参りかなんかと間違えていたんだそうでございます 若い矢主の二太郎は、なかなかよく説明してくれます。二十八というにしては若々しく、ちょいっといい男で愛嬌があって、道楽強そうな身だしなみですが、あれで飛んだ親孝行者で、近所の評判は悪くありません。木戸はなるほど近頃改築したものらしく、柱も太く、 とも頑丈にできている上上には忍び返しまで植えて裏長屋の木戸の扉にしては不似合いなほど厳重ですその上戸締まりも山のほかに若木があり王朝人などのお勝手口の締まりに匹敵する念入りなものですこの木戸はいつごろこしらえたものだ去年の夏でございました恐ろしく頑丈ではないか 中の六軒長屋とは少し不似合いだが私もそう思いましたが奥に住んでいらっしゃるご浪人の大原角右衛門様は恐ろしくご用心深い方で両刀をたばさむ者が俗に手ごめにあっては恥辱だし長屋の者に毛が過ちがあってもつまらないそれに夜中の出入りのだらしないのも面白くないから できるだけ喜怒は厳重に作ってくれるようにと再三のお言葉でこんなものを作らせました「大原様はお宅も戸締まりが厳重だそうでお武家というものはあんなに気のつくものかと愛長屋の者が申しております」「町人分けても金のない者はろくに戸締まりもせずに寝るのに両刀を束さんだ武家が思いのほか臆病だということがしゃれ者で少し皮肉で 頭の良さそうな二太郎には面白かったのでしょうこの木戸は閉める北限があるだろうな私は木戸の外に住んでいるのでよく存じませんが一番木戸の近くに住んでいる古道具屋の金松さんが新名橋前の夜店で当売をして帰った時四つ頃には閉めるようです朝は金松さんのおかみさんが六つには開けてくれます昨夜 くせ者が逃げ込んだ時刻は五つ半でございました。その時分に金松が家にいたのか、四つでなければ帰らぬと言ったようだが、風の君で休んでおりました。雨の降る晩など、夜店を休むときは金松さんはわざわざ出てきて四つに占めてくれます。池田大輔の問いも行き届きましたが、若い家主二太郎の答えもはきはきと、 容量を尽くしたものでした。